中国中国のその時の景色がね、ちょうどこの水道線の、だから腐敗菌の繁殖する前といえば息引き取るか引き取らないか命令でされとるとさ、そんな人間変わっていくもんやんな。変えられないということはよく分かってる。七三幺部队有三四千的队员，但是真正站出来讲述自己的亲身经历的人也只有三四十人。马路大是被实验材料的意思，日语直接译过来叫原木，剥了皮的木头。一个活生生的人最后变成了没有尊严的符号，这是对人格的一种极大的一种挑衅和蔑视。少量のガスでもって多量殺人できるかということで、あの水の中に手を突っ込ませたりですね、 手足を切断しちゃってるとか。七三幺部队是日本细菌战的大本营和指挥中心，是日本天皇赐令在中国东北最先组建的专业的细菌部队。所有的日本占领的中国的各个地方的日本的陆军医院都干着和七三幺部队毫无二致的勾当。我们在日本居然找到了陆军医院的医生，叫汤浅谦。それで私の目の前で兵隊がお釈迦さんを前をつけ出した。お釈迦さん泣いてる。お釈迦さんがあやーっと年だらすんだ、押したりかしたらしてるんです。この若い看護婦が中国語でマヤオケプトン水上水上、恐ろしい。もう人の命をもう何ともないで、私まあ戦争はとかくのことがあるんだけど、そういうふうにして惨殺しちゃったんですよ。七三幺部队生产的细菌投洒一旦实施，不是可以毁灭整个人类，是毁灭人类几次。用活人进行实验，进而实施细菌战，不仅给人的伤害，精神上的摧毁，给自然和生态的破坏，给医学理念的这种扭曲，其息后果和遗害都是无穷无尽的。去了以后就冲天冲地坐着椅子就喊了一声爸爸，因为我没叫过有罪，造成我们家庭不幸等等。Was not tried as a war criminal. If he had been tried as a war criminal, he would have been executed like the others. But he was not tried.
アメリカ軍によって731部隊をはじめとする日本の医学者医師の犯罪を隠蔽してきた。そして彼らが日本の医学界、医師の世界の要職を占めたと。最近戦731部隊の戦争犯罪というのはやっぱり、飛び抜けてやっぱりね、残虐な、ナチスのこう、そのユダヤ人の虐殺とね匹敵するような、合計870本の大量の金を生産いたしました。この目的はソ連軍との開戦時の場合に再建戦を実施する目的のためであります。所有的行为违背的是国际公法，违背了医学研究造福人类的宗旨，它也违背了人的最起码的道德底线。731遗址就是东方的奥斯维辛，它的存在的价值就在于它能够警示后人，给我们人类避免重蹈覆辙。